こんにちは、ひろちゃんです。コメントをいただきました。一輪車についてです。菜園用に1台購入したいのですが、浅型タイプと深型タイプとどちらにするか。タイヤは空気タイヤとノーパンクタイヤのどちらにするか。材質はプラスチック、スチール、軽量タイプのどれにするか迷っていますということですが、一輪車は使う用途に合わせて買われた方がいいと思います。私はこのような浅型を使っています。浅型だと荷物を箱を積んだり、もみ殻を袋に入れて、ここに私は5つもみ殻を肥料袋で運ぶんですが、ここに4つ積んで、ここの上綿がして5つ目を積んで、この紐で袋の周りを縛り付けて倒れないようにして運んでいます。大量に運んでます。深型だと、専門的に使う方は土木の方がセメントを入れたり土を入れたりとかして、車間さんなんかも深型を使っています。要は使う用途によって深型にするか浅型にするかっていうことだと思います。一般的なのはこの浅型だと思います。タイヤも空気タイヤとノーパンクタイヤとどちらにするかっていうと、空気タイヤの方はある程度クッションがありますので、ここの手着って言うけど、ハンドル、そうやね、この私は手着ってよく言いますけども、この持った時のここにタイヤの方だと振動が来にくい。チューブ型のタイヤやと、重いもん積んだらそのタイヤのチューブがちょっとこう潰れて、バネの役目というか、ショックの役目をするわね。だからノーパンクだとタイヤはあんまりクッション性がないので、手に重みが来るかもしれない。重みというか振動がね、振動が来るので疲れるかもしれんということで、プラスチックとかスチール軽量タイプのどれを選ぶかということですけど、プラスチックだと重いものを積んだ時にちょっと割れやせんかなという心配はします。やはりこの軽量というか、この鉄の部分ががっしりしてる方がいろいろ積む時にはいいんではないかと。重いもの積んでも大丈夫だと思いますので、長持ちをするんではないかと思っています。あとはもうご自分が使われる用途に合わせて使いやすいものを購入されたらどうでしょうかね。ありがとうございました。2個。